もともとは八ヶ岳のエリアの春の訪れを告げるイベントになればと開始したんですよね。八ヶ岳は春の訪れが比較的遅いんですけども、リゾナーレ八ヶ岳を訪れるお客様に少しでも春を感じてもらえないかなと、回廊の花を埋め尽くすイベントを考えました。そんな時、球根栽培によって捨てられてしまう花びらがあることを知ったんです。その花びらたちがまた違った形で活躍できればと使用しています。もう少し詳しくお話しすると、球根栽培用チューリップは球根を太らせ害虫を予防するため開花後1週間ほどで撤化し畑に撒いて肥料にしたり、その多くは廃棄されたりしているのが実情です。球根を育てるために必要なプロセスとはいえ、美しく咲いたチューリップの花たちじゃないですか。なんとかそのチューリップたちをリゾナーレ八ヶ岳を訪れる方々に見ていただくことはできないかと思い、花咲くリゾナーレが始まりました。私たち球根生産者も花を摘んで、それで球根を太らせるということをしているので、花を摘んでしまった後この通路の方に捨ててしまうので、それを有効に活用してもらって私たちも嬉しく思っています。だいたい35万本です。160メートルの回廊を埋めるのに10万本使用していて、1シーズンの期間中は35万本、20年毎年見てますけどやっぱり圧巻です。毎年感動ですね。これだけ長く続けているので、ね、たくさんハプニングがありました。例えば我々が使用したい時期にチューリップの花が咲かなくて、花びらが集めに難航したことがありました。新潟県や富山県のチューリップ畑に行って、いい大人たちがチューリップに向かって頑張って咲いてくれ、頑張れ、君なら花を咲けると声をかけたこともありました。それでも自然の力に勝てず、結果的にその年はチューリップが咲かず、ガーベラやバラの花びらで回廊を彩ったなんて経験もありました。あとは回廊に敷き詰めた花びらが強風で全部飛んでいってしまったみたいな苦い思い出もあります。今考えれば全部いい思い出です。当時は絶望的でしたけど、今年はいよいよ20周年を迎えます。皆様にはぜひ現地で見ていただきたいと思ってます。